ソロプレイモード。21世紀末、人類は突如あら、隊長、お疲れ様です。この本ですか？事務作業も一段落しましたので、大会に向けて戦術を勉強していました。本からいろいろな戦い方に触れ、取れる手段を増やせないものかと。普段バイスと戦っている私たちは対人戦は初めてですから。アクトレス対アクトレスだもんね。ではメガネ軍師殿、頼みましたぞ。誰がメガネ軍師よ。それに作戦だけあってもうまく動けなきゃ意味がないわ。大会は注目されてるし、恥ずかしい思いはしたくないでしょ。まあそうだね。でもこれはチャンスとも言える。優勝できれば鳴子坂の名前をもっと知ってもらえるもの。すると仕事の依頼が増えて、風が吹いて桶屋が儲かる方式で、新しいプラモとかも買ってもらえちゃうってわけね。将来有望なアクトレスが入ってくれたりするかもしれませんね。そういう未来も期待できるわ。と言っても鳴子坂は事務職員の手が足りていないし、身の丈に合った成長をしていかないといけないわね。大丈夫ですよ、ふみかさんならなんとかできます。即戦力の事務職員だって多分入ってくれるでしょ。どうなるのかなんてその時が来なきゃ分かんないよ。優勝してから考えればいいってね。まったく、出たとこ勝負では会社は回せないのよ。でもそうね、やるからには本気で優勝を目指しましょう。最善を尽くしますから、期待して見ていてくださいね、隊長。行きましょう。だったらボーナスもらいたいわね。捕らえた。計算通り、逃がさない。次の戦いはこれ以上の活躍をお約束します。戦うからには勝ちに行くわ。どうかちゃんがセンター行くわよ。当てるわよ。捕らえた。なるほど。そこ、どきなさい。どうかちゃん遅いのよ。待った。やろ。なんでよ。捕らえた。はい、どきなさい。私がこんなとこで。次の戦いはこれ以上の活躍をお約束します。
開始します。アンナの突撃生取材始めます。次の戦いはこれ以上の活躍をお約束します。ミッションを開始します。抜けませんよ。訓練通り行くわよ。わかりました。こちら、どきなさい。まだです。どきなさい。ああもう逃がさない。ごめんなさい。トライだ。まだ出とげ。計算通り消えなさい。あとは私に任せなさい。消えなさい。やるわね。捕らえた。邪魔よ。さあ、どきなさい。この調子でいい感じね。いただくわ。玉切れなんて。どきなさい。出し惜しみはしない。決めるわ。体勢を立て直します。完璧ね。二人ともお疲れ様。頼りになる。ふみかさん、さすがっすね。今日はいつにも増してハードな特訓になったわね。手が痛い。コントローラー持てるかな。でもしっかりと練習ができたと思います。実際にいろいろな戦術を試せたのは大きかったわ。それじゃあ今日の特訓はここまでにしましょうか。さて、事務作業に取り掛からなきゃね。イージスへの申請書に交通費申請、それと、ま、今日中に終わるかな。ありがとうございます。ご心配には及びません。いつもやっていますから。それに以前の仕事が全然なかった頃に比べれば嬉しい悲鳴というものです。それじゃもう一頑張りしますか。あとはこの書類だけね。帰ったらご飯食べてお風呂に入らないと。試合が明日に控えていることだし、明日の対戦相手のバーベナも、人の少なかった鳴子坂に来てくれた大切な後輩たち。戦う機会なんてなかったから、お手合わせできるのが楽しみね。少し前までは考えられないような状況。
会社がいい方向に向かってるって実感できるわ。何笑ってんのさ。したら？あなた帰ったんじゃ。ふんふんふん。犯人は現場に戻るというわけですよ、メガネ警部。誰がメガネ警部よ。なーに、また忘れ物？またとは失礼な。人が差し入れを持ってきたのにさ。きっと残業でお疲れだと思ったからさ。まあ、私がやらないと回らないし。お疲れ様です。差し入れ持ってきたんですけど。よつゆさんも来てくれたのね。でも今日はもう終わりにしようと思って。そうなんだ。じゃあこの差し入れは大会への決起集会用ってことで。いいですね。ならそうしましょうか。よーし、じゃあ明日のバーベナ戦へ向けて。ほら、二人とも、ちゃんと起きて。何よ、三人揃って眠そうにしちゃって。あたしたちも随分と舐められたものね。ごめんなさい、あなたたちを侮っているわけではなくて。いやー、てんやわんやってああいう状態を言うんだなって実感しましたわ。まさか打ち上げ終わりに未処理の書類が見つかるなんて。本当にね、迂闊だったわ。たとえ徹夜明けだとしても手加減なんてしてあげないんだから。望むところです。来るがいい、我が徹夜神剣の神髄をお見せしよう。徹夜明けのハイテンション、甘く見てはいけないわよ。始めましょう。私の晴れ舞台にしては地味だけど、まあいいわ。準備はいいかしら。いつでもどうぞ。やりましょう。もっと行くわよ。このくらい行くわよ。いや、行くわよ。みんなで踊る。持たない。いやよ、持たない。そこ、もう1回戦突破ね。バーベナもよく戦った。
負けちゃったね。フラフラの相手に負けちゃうなんて。でも疲れを感じさせない強さだった。相当対人戦の戦術を練ってきたんだね。今日は帰ったらゆっくり休んでくださいね。まあ頑張りは認めてあげる。でも今度は負けないんだから。ええ、またの機会を楽しみにしてるわ。次も負けませんよ。それじゃあそろそろ控え室に戻りましょう。この後のインタビューであくびしないように気をつけなさいよね。え、この後取材があるの？私このインタビューが終わったら寝るんだ。徹夜明けの顔で取材を受けなきゃいけないなんて。勝ちに行くわ。おうおう、やる気だね。捕らえた。やる。引きなさい。捕らえた。捕らえた。いただきます。そこそこ、目的は達成できたわね。お疲れ様。戦うからには勝ちに行くわ。考察だけじゃなくて戦いでも見せちゃうからね。消えなさい。これくらい当然です。ミッションを開始します。私たちも行きましょうか。始めましょう。いい勝負をしましょう。消えなさい。そこ、はい、持たない。うわ、さあ速度を上げます。捕らえた。そこ、もう危ないのでは。これでも食らいなさい。離脱します。次の戦いはこれ以上の活躍をお約束します。
勝ちに行くわ。皆さん、準備はいいですか？訓練通り行くわよ。オッケー。わかりました。消えなさい。いただくわ。ふっ、どきなさい。燃えてきた。逃がさない。なるほど。お疲れ様です。また本を読んでいるんですか？ええ、次の試合も近いもの。エンパイア中野ですな。今回ユミさんはあちらのチームに所属してるんですよね。自分たちの戦い方を知ってる相手は正直やりづらいな。きっとこっちの手の内をペラペラと喋っているに違いない。四つ屋や、お主も悪よの。いいえ、お代官様ほどでは。なんて感じで。何か対策とか考えないとですね。二人が心配する気持ちもよくわかるわ。だからそう言うと思って本に知恵を求めていたのよ。なんだと？それは兵法36計。設楽さん知ってるんですか？古代中国で書かれた伝説の戦術書だとかなんだとか。古代中国ですか？なんだかすごいっすね。いや、適当言っただけだけど。伝説かはともかく古代中国の兵法書ではあるわ。なんですと？この間軍師殿って言われた時に読んでみようかなって思ったのよ。でも本当に難しそうな本ですね。作戦を立てるのは私が担当する。だから二人は私についてきて。ありがとうございます。心強いです。任せてちょうだい。必ず勝てるわ。皆さん、今日はお手柔らかにお願いします。お手柔らかにですか？トウカちゃん、加減がわかんない。ヨー、はるばる来ました。大会会場アップダウンに立ちダウン、バリバリハイタウン、カルマスーズイエーイ。悪いけど、今回は勝たせてもらうわ。あなたたちの戦い方は熟知しているもの。この越後屋め、天柱を下してくれる。完全に対策して練習も重ねてきた私たちに勝てるかしら。
すごく自信ありそうですね。大丈夫よ。こちらにも秘策があるから。落ち着いていきましょう。チームのみんなと協力して頑張る。この試合の勝者が決勝への切符を手にします。トライだ。よし、作戦通り勝ちを拾えましたね。ぐぬぬ、悔しい。残念、無念、完結編。相手の作戦、わからないまま負けたよ。私たちは手を尽くしたけど、結局そっちの作戦って何だったわけ？岸を隔てて火を見る。兵法36計の第9計です。日本語で OK。 大雑把に言うと、下手に動かず相手の自滅を待つということです。秘策と言っておけば、ユミさんたちが警戒して歯車が狂い自滅すると思ったから。フミカ、恐ろしい子。私たちは手のひらの上でまんまと転がされてたってわけね。まあ負けたものはしょうがない。決勝戦頑張んなさいよ。はい、ユミさんの分まで頑張ります。
始めましょう。さあやるわよ。華麗に戦ってみせるわ。捕らえた。消えなさい。行くわよ、行くわよ。ああもう消えなさい。次も頑張りましょう。落ち着いていきましょう。迷惑かけないようにしないと。次の戦いはこれ以上の活躍をお約束します。戦うからには勝ちに行くわ。無謀も来たな。行くぞ。戦いができたわ。次も頑張りましょう。戦うからには勝ちに行くわ。準備もできているようですね。準備はいいかしら。トライもどうぞ。やりましょう。計算通り。消えなさい。ふっ、どうぞ。ああ、もう解きなさい。今のなし。ゲット。トライだ。一気に消えなさい。一気に。
状況に。たまげられなさい。ヨチさん、行きます。そろそろ私の出番です。行け、交代します。行け、たまげれ。行け、シタロさん、コミが外そう。私ったら、早く任せて。これで行きます。あなたに投げる。たまげれ。二人ともお疲れ様。頼りになる。ふみかさん、さすがっすね。どれにしようかな。あ、隊長。隊長も何かお探しですか？私は明日の決勝戦に向けて気分転換ですかね。それぞれ思い思いの時間を過ごそうと決めたので。何しろ明日の相手は今大会で最も優勝に近いと言われている楓さん、凛さん、レイさん、その3人なわけですから。今では同じ鳴子坂に所属する心強い味方の彼女たちですが、元村雲のエースチームです。正直に言って目標にしていたチームの一つでした。今だってそうです。彼女たちは強い。言葉を飾る必要もないくらい揺るぎない強さを持っています。その3人と歯を争うんです。さすがに緊張しますし、プレッシャーも感じますよ。でも泣き言は言っていられません。だから気持ちを落ち着かせるために、こうして本に囲まれた場所に来て、並んでいる本の背表紙を何も考えずに眺めていたんです。気になる本があったら手に取って読んでみる。いい気分転換になるんですよ。そうだ、せっかくですから隊長が一冊選んでいただけませんか？どんな本を選ぶのか個人的に興味があります。認知行動療法ですか？隊長はこういった本を読まれたりするんですね。私も聞きかじりの知識ですが覚えがあります。状況をどのように認知するかによって気分や行動、体の反応が変わるといったものですよね。私に当てはめると、目標にしていた相手と大会の決勝を控え、プレッシャーを感じている。この認知を改めようと言いたいのでしょうか、別の視点で物事を捉えてみる。目標の相手、大会の決勝。考えてみればまたとない機会ですね。もしかするともう二度と起こらないイベントかもしれません。なら明日の戦いは楽しまなければ損ですね。隊長、ありがとうございます。とても気が楽になりました。明日の試合全力で臨めそうです。いよいよこの時が来たわね。はい、いい試合にいたしましょう。今日は皆さんの胸を借りるつもりで戦って勝ちに行くわ。望むところです。ふみか、今日の作戦は？こんな機会はもうないかもしれない。だから思いっきり楽しみましょう。なるほど。オッケー、レッツパーティー。いいね、いいね。お祭りでみんな燃え上がらせよう。火事と喧嘩は江戸の花ですね。
たまには燃え尽きるくらい熱くなれる戦いも悪くないかな。いざ全身全霊で参ります。戦うからには勝ちに行くわ。いい勝負をしましょう。訓練通り行くわよ。オッケー。わかりました。逃がさない。ここは俺が引き止め。アイルス止め。いざ。すみません。狙い撃つよ。まずは様子見。私たちが勝ったの？フミカさん、胸を張ってください。この歓声はあなた方に向けられています。やった。やったわ。したら、ヨツユさん、あなたたちのおかげよ。二人が私を支えてくれて、戦術の実践練習にも最後まで付き合ってくれたから、そのおかげでこうしてここまで来れたのよ。それだけじゃないです、フミカさん。フミカもすごく頑張ってチームを引っ張ってくれたし、フミカさんがいなければここまで来れませんでしたよ。いつも鳴子坂を支えてくれてるフミカへの恩返しってやつですな。それに賞金ももらえるし、これで欲しかったプラモやゲームを買える。明日からはグラク三昧ってわけ。最高。うちに休む暇なんてないわよ。むしろ優勝したことでこれからもっと忙しくなるでしょうね。なんですと。まあ今は勝利を分かち合いましょう。そうね、そのくらいなら許されるかもしれないわ。よし、それじゃ今日は帰って打ち上げだ。いいですね。悪くないわね。好きなものを買って帰りましょうか。賛成。楓さんたちもどうですか？他の皆さんも誘いましょう。私たちもいいのでしょうか？いいに決まってるじゃない。みんな鳴子坂の最高のメンバーなんだから。
コレクション。